こんにちは、モジャハンズバーバーショップの溝江です。今日はメンズヘアにおいて、使う代表的な整髪料というとジェル、ワックス、ポマードって感じだと思うんですけど、いまいちその辺の使い分けっていうのが、分からない人も多いと思うので、自分の髪質には髪型にするかによって使う整髪料っていうのが変わってくると思いますので、その辺を説明していきたいなと思います。よろしくお願いします。まずポマード、水性ポマードはどんな特性があるかと言いますと、あとグリースっていうのもよく聞くと思うんですよね。クールグリースとか柳屋のグリースとか、いろいろあると思うんですけど、一応グリースも基本的には水性ポマードと同じ意味だと捉えてもらってもいいので、今回は水性ポマードという説明で活かしてもらいたいと思います。まず水性ポマードというのは、抑えるとかまとめるとかいうのに適してますので、基本的にはそういう風に使ってもらうといいかなと思います。なので、一応そういうワックスみたいな、ツヤのあるワックスみたいな感じの使い方を結構されてるのを YouTube で見たりとかするんですけど、それだと多分普通にワックスでいいんじゃないのかなっていう感じも、ワックスの方が多分適してるんじゃないかなと思いますので、やっぱポマードとかグリースを使う場合に一番適した使い方っていうのは、まとめたりとか抑えたりっていうのがしやすいっていうのが特性だと思います。あとかなりツヤがあるものが多いと思うんですけど、ジェルも同じようにツヤがあると思うんですけど、やっぱポマードっていうとどっちかってちょっとこの油性の油っぽいツヤがまた特徴なのかなと思います。あとジェルとは違って、時間が経っても固まりきらない、櫛とか通せるっていうのが、櫛通してね再生発とかしやすいっていうのが、特徴だと思います。あと水性なので、すごく洗い流しやすいっていうのも、特徴だと思います。次にジェルなんですけど、ジェルの場合はポマードよりももっと水っぽい感じなんですよね。だからすごくこう髪の毛になじませやすいので、毛量が多くて全体に広げにくい方とかは結構ジェル使うと、いいんじゃないかなと思います。ポマードのように七三とかそういうまとめるようにセットしてもらってもいいんですけど、ツンツンたたベリーショートでね、夏だったらツンツン立たせたりスパイキーな感じでセットするのにも適してるんじゃないかなと思います。ただジェルもすごいツヤのある整髪料だと思うんですけど、やっぱ水に濡れた感じがすごい特徴なんですよね。ポマードだとどっちかっていうとちょっとこう油分の強いツヤって感じなんですけど、ジェルだとやっぱりこう水っぽい感じのツヤがすごいあるので、濡れたような質感になっちゃうので、髪の毛の薄い人とか髪の毛の細い人とかはあんま濡らしたくないじゃないですか。やっぱり地肌が つけやすいので、なのでそういう方はちょっとジェルは避けた方がいいのかなっていう感じがします。で最後にワックスですね。あとマットポマードっていうのもあるんですけど、ツヤのないポマードって感じなんですけど、それも結構ワックスみたいな使い方をされてる場合も多いので、ちょっと今回まとめてワックスとマットポマードっていうのをまとめてちょっと説明したいなと思います。ワックスの場合はどっちかっていうとこう七三にセットしたり、ツンツン立たせたりっていうのもありかなと、何でもできると思うんですけど、ただどっちかっていうとこう動きを出したりとか、こうふわ毛束感を強調したりとか、するような整髪料だと思いますので、七三にするなら七三とかね、こうオールバックとかねまとめるなら、やっぱジェルとかポマードの方がどっちかっていうと適してるんじゃないかなと思います。あとこうね、そういう前に流して、マッシュな感じのヘアセットでしたらワックスなんかはすごい適してると思いますので、使われるといいんじゃないかなと思います。はい、あとそうですね、ワックスもマットポマードも基本的にはジェルとか水性ポマードに比べてマットな質感、ツヤの少ない質感が多いので、さっきジェルの時に言った髪の毛の薄い方とか髪の毛が細い方は、ワックスとかマットポマードを使うと、地肌が捨てにくくなるので、使われるといいんじゃないかなと思います。
はい、今日はまあ以上になります。なかなかね、こう自分に合う、自分の髪質と自分が求めている髪型に合う整髪料ってなかなかちょっと分かんないと思うので、まあ、ちょっと今日簡単に説明してみたんですけど、まあ参考にしてもらって、ちょっとでもね、ヘアサロンでね、髪の毛切った後の、いい時期をね、長く続けてヘアセット楽しんでいってもらえたらなと思うので、今回作りました。またよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。ピース。あ、すいません、ちょっと言い忘れてたんですけど、この間、コメントいただいてたこの、サングラスですね、まあ、一応僕の場合は、目悪いのでレンズ入ってるんですけど、これどこのですかってコメントあったんで言うと、これはね、ジョン・レノンっていうブランドがあるんですけど、それのサングラスを、レンズ入れて使ってる感じです。はい、以上です。